はい、申し訳ございません。ちょっとですね、今回線が不調になりました。申し訳ございません。今 Wi-Fi をちょっと飛ばしてたんですけども、そちらをやめてダイレクトに変更しております。はい、戻りました。ありがとうございます。誰かが帰ってきたわけではございません。一旦抑止しておりました。ゴースケさん、こんばんは。ありがとうございます。15秒 CM ということでね。ごめんなさい、旗の台に聞こえてますか。旗の台でございます。ヨスケさん、東横線なんて何も気を止めていなかった昨年の夏ということですね。タッチーさん、西小山とエバラナコロブの間の、これはちょっとまたあのデータを取得したところがね、あの小川もより利益ですよということの、そうでございます。風花さん、二子新地高津通過は飯田線の船町下地通過、そうですね。失礼いたしました、戻りました。はい、ということで、こちらですね、東横線、まず田園都市線、東横線、目黒線、池上線で、実はこの中延という駅で浅草線とのもつながっております。そして大井町線にも、ごめんなさい間違えました、京浜東北線にもつながっております。30名の皆さんでございます。そして東急 A 線というのはですね、非常に名前としてですね、人気の場所が多いということになりまして、住みたい街ランキングではですね、大井町線 A 線の自由が丘はなんと第1位、そして二子玉川は第4位です。どちらもですね、非常に人気の街になっておりますね。関西スペースさん、こんばんは。晩ご飯会を帰宅して取り急ぎ拝見ありがとうございます。そしてプラルさん、消費鉄をかき集めた効果が21世紀になってようやく出てきたということですね。黒帯さん、ひそひそ南部線から下ってくる私は溝の口ではなく武蔵小杉の乗り換え、そうですよね、そうです、フリーダムヒル自由が丘ですね、はい、そうです、関東版の阪急といったところでございますね。東急電車ですね。そして大井町線沿線は学校が非常に多いということでございまして、沿線には私立小学校、お受験して入る小学校ですね、私立小学校もございます。なので大井町線に乗りますと、意外と制服着た小学生が非常に多いんですね。いわゆるお受験をして、入った子供たちがゆらゆら揺られながらこの大井町線に乗って学校に通うなんていうですね、姿を見ることもできます。そうですね、関東版の阪急といったところでございます。プラレーさん、自由が丘なんて土日はわーわーキャーキャーの、そうですね、今は非常に大盛況になってしまいました。プラレーさん、制服短パンの、こぼしくぐれたガキどもが、ね、では路線図でご覧いただきたいと思います。大井町線には3つの種別がございます。まず1つ目、こちら急行でございます。で2つ目が緑色の各駅停車、3つ目が青色の各駅停車でございます。で基本となる列車はこの赤色の急行と緑色の各駅停車でございます。そして1日4本のみ青い、ごめんなさい、1日じゃない、1時間4本日中に青い各駅停車が運転されます。黒部さん、そうです、末端の溝の口にはね、専属大学がございますからね。ジャカさん、緑確定は区間19か区間急行にしちゃいよということなんですけれども、この緑各駅停車というのが大井町線の基本になるんですね。なので、大井町線ではあえて便宜上ここは各駅停車という名前を使っております。そして、停車駅でございますけれども、溝の口から二子玉川の間、ここはですね、田園都市線と大井町線、田園都市線が外側2つ、大井町線が真ん中を走るという線路形態をとっているんですけれども、ここは、田園都市線の団子運転の解消と大井町線自体が団子運転になるのを防ぐために、溝の口と二子玉川の間は、大井町線側の線路には駅がございません、駅のホームがございません。なのでこの青い各駅停車の電車は田園都市線の、ホームに入って運転します。ただ田園都市線ですね、非常にダイヤ的に混み込みでございますので、この電車は朝夕のラッシュ時はすべてこの青い確定ではなく緑の確定が運転されます。そうですね、大井町線急行なんて信じられないということですね。コウスケさん、南海の普通的なやつ、そうです、
黒帯さん、私はルナの急行、それ以外は認めん。なるほど、そうです。陽介さん、田園都市線の線路を走るのがこの青い各駅停車です。ちなみに田園都市線の急行電車は大井町線の線ではなく田園都市線の線路を走ります。なので、大井町線が中線を走って田園都市線が外を走るというスタンスは変わりません。坂さん、まあ実質緑確定は全線大井町線、青い確定は二子玉川から溝の口間は田園都市線。そうですね、トマトさん、青い各駅停車と緑色の各駅停車があると観光客とかまあね、まずあまり観光客が訪れない路線でございますけどね。関西スペースさん、5年前までなら船内急行なんてなかったと思う発展。そうですね、これは後ほどご紹介しますけれども非常に深い理由がございます。松本さん、僕は近鉄名鉄をよく使うので東急は一度もぜひお乗りになられてください。そうですね、プラレールさん、鷺沼直通の列車ですとか長津谷直通する列車ございます。平松さん、急行が便利、もっと言うと長津田駅の本数。そうですね、今急行が土日の日中であれば長津田が1日に2往復、1時間に2往復ございますね。のこのこさん、2001年は確定オンリー。そうです、ここ最近非常に大きな変化を遂げておりますからね。黒潮さん、こんばんは、ありがとうございます。坂さん、朝のラッシュ時に田園都市線の準急から溝の口で大井町行きに乗り換えて二子玉で遅れている一本前の田園都市線に乗れるため新たな問題。なるほど。ゴンスケさん、緑確定なの青確定なの言いづらいな、もっとなので各駅停車というただ単にそういう言い方にしてるんです。で、案内放送で二子新地と高津には止まりませんという言い方をするんですね。なので全てこの緑色青色の電車は鉄道マニアの用語的には緑確定青確定と呼ばれますが、案内放送では全て各駅停車で案内されます。よすけさん、休日の夜は上下線とも確定オンリーに。そうですね、そして二子玉二子玉川から大井町線に入りますと各駅に止まります。そして急行電車は東急の路線の乗り換え駅のみ止まりますので、溝の口、二子玉、自由が丘、大岡山、旗の台、そして大井町に停車します。風花さん、2011年の8月から9月には、節電ダイヤとして日中の長津急行。あ、そうなんですね。そうです、坂さん、各駅に止まらない各駅停車なんですね。そうですね、黒帯さん、緑確定を準急という鍵は止まりすぎということでございますね。そして車両でございますけれども、現在はこの3つの車両が運転に入っております。まず急行に運転されますのが6000系という新型車両でございますね。満貫確定ということで、そして真ん中にいますのが、こちらが現在大井町線の各駅停車の主役9000系という車両でございます。この車両、もともと大井町線にもともと導入されたのが1編成のみ存在するんですが、ほとんどの車両は東横線からやってきております。そして8500系、こちらは元田園都市線の車両がこちらにやってきております。そうです、あれ、緑の車体もういないんですもう東急にはですね、鋼鉄でできた車両がなくなりまして、オールステンレスになっております。過去にはこんな車両が走っておりましたということで、一例までに挙げさせていただきましょう。こちらがね、もう皆さんおなじみと言っても過言ではありませんけれども、青貝5000系でございますね。追い松線なんて比例棒だったの。ケケさん、8590は秩父鉄道。そうです、一部は秩父鉄道にね行きましたね。あ、陽介さんが昨年乗られたのは9000系だったということですね。プラレさん、まあ東横線のフルが回ってくるという序列は変わってなさそう。そうですね、そこに関しては、変化なしのまま続いております。そうです、ゴスケさん、基本的に9000系は全て、こちら大井松線に移動しております。白パパさん、青カエルですね。青カエルございます。青カエルといったらクマレン、こちらはもともと東急の車両でございましたからね。はい、
黒帯さん、休校しか乗らないので6000系しか乗ったことがない。ぜひ各駅停車も乗られてみてください。あ、関西スペースさんは8000系以降の車両に乗車経験ありということですね。こちらが旧6000系、こちらが8000系でございますね。でこちらが5200という車両でございます。で昨年のちょうど昨月ですかね、5月か6月までつい最近まで運用に入っていたんですが、8090系という車両が東横線から移ってくる、9000系の波に押されまして、この度引退となりました。そうです、イグロさん、熊本でケロロになった電車でございます。坂さん、まあ大井松線に8090が入った時点で発展、あーなるほどね。そうです、 ほぼ全て東横線からのお風呂でございます。あ、プラレルスの全部乗られてる、いいですね。タッチーさん、新6000系だけが突然変異的なと思ったら新7000系、そうですね、東急が非常にですね、他の支線とかですね、大井松線に新型車両を入れるようになったのもこの時期ですね。ザカさん、逆に確定メインの私はなかなか6000系に乗れていない。なるほど。ゴンスケさん、8090系一度も乗ることなく残念です。ただ8590系というのがね、まだ電車線にいますからね。車両です、東急の車両はここに普通赤い帯が出るんですけれども、大井町線、田園都市線と並ぶ路線ですので、誤乗防止のためにですね、前面は普通の東急の車両とは違うグラデーションを施した車両と、ここに大井町線というステッカーが貼ってあるですね、電車が使用されております。これによりまして、この電車は大井町線の電車ですということを非常に強調しているということになります。ゲケさん、8000件は大井松線 CSATC 化に伴い大井松線に対、ありがとうございます。あ、プラレスさん、新しい方の車両は全く乗っていない。坂さん、旧6000件以外は全部乗った。あー、スタンプラリーですね。ヨスケさん、6000件ってなんか仮面ライダーあたりに出てきてもよくわかる。そうですね、そうですね、9110、こちらは東横線に長く在籍していた車両でございます。田園都市線との誤乗防止のために前面にはオレンジ帯が採用されております。坂さん、そうですね、東急は前面赤帯すらなかったのに、唯一8500系が、前面に赤帯ということですね。そして放送です、急行運転の開始によりまして、より細かい放送を案内放送をする必要がありましたので、先ほどちょっと聞いていただきましたけれども、大井松線の特徴は、大井松線の放送、他の路線の放送とはちょっと違うものを使っております。まず一つ目にですね、案内放送の前にチャイムが鳴るんです。先ほどの動画にもですね、ピンポンっていう、なんかそんな感じのジャンジャンジャンという感じのチャイムが流れておりましたけれども、大井松線の放送にはチャイムが鳴っております。こちら東急の路線では唯一です。そしてもう一つ、発車ベルもちょっと違うんです。これも後ほどちょっとご紹介したいと思います。ケケさん、そうですね、9007、こちら今お出ししてますけども、こちらもともと大井松線から、元から大井松線に導入された車両でございますので、スカートがございません。まだ更新工事を受けておりません。ゴースケさん、新6000系は東西線の通称05系に通じるもの。なるほど。ということで、今からですね、実際に、この大井松線の旅に出かけてみたいと思います。実際に乗ってみましょうと七瀬さんが言っておりますけれども、ということで、乗ろうとしてやってきた先は溝の口でございます。田園都市線の路線です。ロサンゼルスヤスさん、こんばんは、ありがとうございます。29名の皆さんですね。ということで、やってきたのは溝の口でございます。今大井町線に乗ろうと思ったらば、始発から乗ろうと思うと、この大井町か、ここ溝の口のどちらかに行けば乗るということになります。そうです、乗り鉄、必ず取材を行うようにしておりますので、今回も取材を行っております。溝の口に来ております。来る電車こんな感じです。こちらが大井町線の各駅停車ので、ここが青表示ですから、二子新地と高津に止まる電車ですね。そして今から私が乗るのは、皆さんにご乗車いただくのは
東急六線系の急行大井町行きでございます。今回はこの大井町行きの全面展望をフルで撮ってまいりましたので、ちょっと皆さんとですね、大井町線の旅に出かけていきたいと思います。タチさん、3年前に急行で全面展望撮影した頃はまだ15分超えの動画をアップできなくて、あ、なるほど、今はねもうアップできるようになりましたからね。ということで、今から皆さんとこの急行大井町線と、あ、ごめんなさい、急行大井町行きに乗りながら、皆さんと、旅をしてみたいと思います。必ず取材偉いどっかのしっはい出発進行ということで、タッチーさんみたい、そうです。今回はちょっとですね、あの鉄団の若干オマージュなところございますけども、全面展望とともにちょっとお楽しみいただきたいと思います。普段のジョマナジョではね、あまり全面展望をお出しすることないんですけれどもね、出発進行ということで、では皆さんと旅に出たいと思います。時間にして約20分ございますのでね、ゆっくりと、急行の旅をお楽しみいただきたいと思います。それでは出発進行。ということで、溝の口駅さっそうとやってきたのは東急六線系です。ちょっと私撮影するの下手でございますので、この放送聞こえますでしょうか。そうです、六千件には貼られておりません。仮面ライダーみたいな。まもなく発車いたします。そうです、大井町線と思えないほどかっこいい車両になってます。そんな目で見ないで、6000系っていう感じですかね。あ、関西スペースさんは久々の模擬乗車。ダチーさん、朝年前に撮影した動画ありがとうございます。坂さん、未だに田園都市線に乗って、二子玉川で左側のドアで降りようとするアカンと。まだね、溝の口。こちら発車ベルで、発車ベルが鳴ってドアが閉まる。そうです、避難しよう、避難はしごでございます。断車です。そうなんです、田園都市線がね、もう複々線なんです。車内は新五線系と、まあ、さほどは変わりません。さほど変わりません。で、溝の口を出発です。で、しばらくは田園都市線との並走区間になります。私鉄沿線97部署のエンディング時代と落ち本日も東急大町線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は急行大井町行き。タッチさん、私が長津田住民だった2002年から2009年、ここの区間は絶賛復刻線か。ここが高津駅です。ここでちょっとアングルが変わってます。高津駅を通過します。そして全面展望、東急の車両の中では撮影しやすい方だと思います。そしてドアチャイムが某ローソンっぽいですよね。アプラレスは線路後付けの様子がありありと分かる。 こちらの左のホーム低ブロックがある。そうなんです、真ん中にホームがございません。そうです、旧電車とバスの博物館前、高津通過です。そして安藤のチアリンプスですね。計画停電で、この電車は急行大井町行きです。で、次が二子新地、こちらも通過です。渋谷方面はお乗り換えです。二子玉川の次は自由が丘に停まります。 We will soon make a restop at 二子玉川、通称こたま、にこたまです、にこたまですね。通称 Passengers changing to the Dantishline for 渋谷、クロムさん、トリンシペーターの東急編の時はここはまだ追加ですね。そうです、もう二子玉になります。今玉川に当たりまして二子玉に入ります。ルカさん、確かに名鉄名古屋本線の金山神宮前、あー、なるほど、
そうです、先ほどのは青確定だと思います。これ撮ったのは平日の日中です、私今東京の学校に通っておりますので、その合間に、授業の合間に撮ったものでございます。よすけさん、休校っていう割にはスピード出てないな、確定でもゆっくりだったけど、ですね、まあ、若干ズームを効かせておりますので、ゆっくりには見えます、ゆっくりに見えるということでございますけども、田園都市線区間はですね、ちょっと上野毛駅での対比の関係もあるんでしょうか、遅めに運転します。あ、ぼうすけさん、急線系がなぜと向かるんですか。坂さん、二子玉、二子玉川園の大井線よりは両側の一番線が両側線に なり、真ん中になるでしょう。けけさん、私鉄沿線97部署のエンディングにはレトロの8000の未更新。そうなんですね、そろそろもっと出ます。普段はちょっとこれズーム聞かせてるので若干、あ、なるほど、ありがとうございます。ズームした時はカメラをやや斜めにするといい。で、ここで、田園都市線からの電車の接続を行います。なので大井町線は待ちぼうけということになりますね。お待たせしました、まもなく発車いたします。発車しますと揺れますので岡山は目黒線に無理につけられる。次は自由が丘に停まります。井黒さん、田園都市線の優等列車も溝の口と二子玉川の間は内側の線路を共用するのから、いえ、田園都市線の急行列車は田園都市線の線路を使います。なぜかと言いますと、田園都市線と大井町線は ATC が違うんですというのもありますけれども、線路の点線をいちいちするのが面倒くさいというのもあるんです。苦しい配線が見てくる。そうです、坂さん、田園都市線との救急連絡は未だに二子玉で行います。ちなみにここから左側に行くと田園都市線に向かえるのですが、大井町線は右に向かえます。そうです、おそらく二子玉と溝の口の間、こちらはちょっと私詳しく分かんないんですけれども、大井町線と田園都市線は ATC が違います。大井町線は CSATS が田園都市線ですので、皆さん、で ATCP というのが分離してるのが大井町線でございます。イタチさん、自分の動画を 見直して、もう確かに戻ってきてしまいそうですね。ここはゆっくりですね。大井町線をご利用くださいましてありがとうございます。あ、けけさん、この出前に C 作用が大井町行きです。そうですね、緊急時の時しか使わないですね。皆さん、そうなのよ、せっかく高別復復線にしたのに別線扱いで、そうなんです、機動力を生み返せていないのが東急。ここはなかなかですね、あの東急の謎のところでございますね。あの一箇所に集めずに、分散して混雑を緩和しようというのが東急のやり方です。そうです、 ATS なので信号がなかったりチーンという音が、ピーピーチーンという音が連続して鳴っております。でここから若干飛ばしていきます。自然緑化軌道になりますね。で通過します。まず最初の駅が上野毛という駅です。ここの上野毛駅はですね、有名な建築家の安藤忠雄氏が、設計した駅になっておりますので、非常にスタイリッシュ、安藤忠雄的な建築っていいんでしょうか、そんな感想になっております。駅や車内で不審物を発見されましたら、改めて見ると二子玉川駅って多少ややこしい。そうですね、髪の毛を無造形だった、今は安藤忠雄さんのコンクリート打ちっぱなしの駅になっております。トモトさん、車掌と運転手の名前、今ではどこでも会社、これはですね、東急が、結構特徴的ですね。運転手は誰々、車掌は誰々というのは、これ東急が結構やってることでございます。ボスケさん、目黒線が第二東横線なら小室線は第二田園都市線、まあそのところですよね。そしてリンゴさん、安藤忠雄が京阪なぎなば、そして何より東横線の渋谷駅は安藤忠雄さんです。髪の毛違います。そして次の駅が轟でございます。こちらも通過。そしてしばらくストレート走ってまいりまして、
でご覧いただきますように液管が非常に短い。 CSATCP ありがとうございます。そして小山台通過です。あ、懐かしいあたりを通過中と言われそうなんですね。トマトさん、 JR 東海も車掌の名前と運転手の名前をほとんどの車掌さんが教えてくれます。都会の中の渓谷トロロキですね。トロロキは昨年トライアングルキップ、あ、トライアングルチケットですね。陽介さん、景色の流れる感じ50キロから60キロ、まあ大体そんなところですね。最高時速が85キロです、今バス停は。そしてご本物を通過です。ご本物通過、ここは後ほど紹介させていただきます。本当に電車感が詰まっているな。あ、島直さんこんばんは。あ、在来線の熊本駅も安藤太郎、安藤太郎さん大活躍ですね。あ、トマトさんありがとうございました。緑側には変わりません。ドアカット、ホームカット、ドアカットでございますね。こちら後ほどご紹介させていただきます。そして見えてきたのが、うん、上に高架橋がある自由が丘駅でございますね。自由が丘に止まります。よすけさん、関東の施設は大井町線に限らず駅間が詰まっていますね。そうです、井の頭線はですね、もともと路面電車のような軌道を使っておりましたので駅間が短いということで自由が丘に到着です。自由が丘の3分期転鉄はなくなった、どうでしょうか申し訳ございません、それがわからないので、自由が丘転車、それ3分割の電鉄機は確かなかったと思います。自由が丘、そうです、電車の止め置き場のある自由が丘に到着です。ザカさん、戦後新生東急で作った3000系が最後の日に、後藤さんが死んで後藤一族の聖地上野毛駅が駅舎がオープンした日に、あ、そうなんですね、なかなか怖いところでございます。そうですね、なんか噂によりますと、ここで走っていた8090系が富山地方です、ね、東急の C2 機車と近鉄の早すぎも C2 機車ですね。フリーダムヒルとは言いません、自由が丘、地名でございます。そうです、KK さん、戸越公園の、かつて戸越公園という駅もドアカットがあったんですが、こちらはなくなりました。まもなく大岡山です。ああ、それでも井の頭線は確定の90系、大岡山の次は旗の台に停まります。ということで緑が丘駅です。この駅は最近ですね、建て替えられましたので非常に綺麗な。あ、2007年までは自由が丘駅があったんだと思います。坂さん、東急の歴史が変わるときになぜか歴代社長が亡くなるという人物、怖いですね。ということで大岡山に到着します。もう全然景色が変わってる。そしてさ、裏で自分の撮った全面展望とシンクロさせて見比べてるアカウント、そうそうそう、北千束には止まりません。さて、そろそろですね、ちなみに左側にあるのが目黒線でございます。ザカさん、こんな綺麗な駅、大井町線じゃない、大井町線の駅は、木造で土俵としていってないと時代は変わったというところでございますね、はい、ということで、大岡山に到着でございます。千里無理やりか、非常にですね、ぐちゃぐちゃぐちゃと、シムシティの大岡山に到着です。で、ここで目黒線と接続します。そして緑が丘駅、相当変わりました。
側から聞こえてくるのは目黒線の橋本です。この岡山駅の線路切り替えも一晩で地上から地下にした。なるほど、そうなんです。直上直下、やっぱり土地がないんですよね、東京の線路ね。あ、そうでしたね、平松さん、ここは非常に携帯の電波が微妙でございました。あ、ここに03機がスイッチバック、ありがとうございます。よすけさん、暗い中での車内の映り込みがないのが羨ましい。車内の電気消えてた。電気がついてます。電気がついてます。そう、よく考えてれば映り込みがあまりないですね。まあ、光が多いというのもあるんでしょうか。京急みたいに締め付かれるですね。急行が確定か。直通関係全線はほぼ共通の線路線の利用動向を考慮し、7月1日より9月27日まで臨時ダイヤにて運転をいたします。詳しくは駅ポスター当社ホームページをご覧くださいというふうに。あ、なるほど、坂さん、前面窓が傾斜しているので映り込みがない。ありがとうございます。あ、また住吉から流す会社関西スペースはここにも電車の扉を決まった。おさんジェイセさん、大岡山なのか大岡山なのかどうなんでしょうね。北千束通過です。まもなく旗の台です。池上線はお乗り換えです。旗の台の次は大岡山です。そうですね、終点です。次の旅行は旗の台、バス旅行に行きます。ここで急行とすれ違います。出原町、中延、戸越公園、北千住、非常にややこしいですね。各駅停車、大井町行きに乗り換えができます。対向列車も非常に多いということで、旗の台の到着です。左側におりますのは、この電車よりも先に出発している各駅停車の大井町行きです。アタチさん、こんな感じで今クラブしています。おお、なかなかいい感じに見比べられていますね。そうです、ここで接続します。緩急接続がございます。この列車は急行を追いまして、ちなみに非常に今この旗の台駅での乗り換えが便利になりました。というのもですね、と言いますのも、階段を一つ下ればもう今池上線に乗り換えられてしまうということで、旗の台出発。817系はバサッと切り詰まるので映り込み、あー、なるほどね。チョッパさん、こんばんは。31名の皆さんですね。北千住北千住次は大井町終点です。そしてしばらくしないうちに荏原町を通過します。電車駅で種別が出ているのは、選別装置といって確定と急行で、踏切動作を変えているためどの信号を扱いにしているかを示す。ああ、なるほど、ありがとうございます。おーい、牧子先生まで聞いたいか。続いて中延です。ここは大井町線と、ごめんなさい、浅草線との、都営浅草線の乗り換え駅です。ちょっと斜めっております、申し訳ございません。迎えにやってきたのは8000円ちょっとどこじゃないですか、かなり斜めってますね。大変申し訳ございません。よすけさん、この駅なら一駅歩こうというのも分かるな。そうですね、こちらと一駅三四駅、こちらだと元です56駅がございますね。カセブさん、こんばんは。アイズライナー6号からありがとうございます。戸越公園通過です。
戸越公園駅、ドアカットの駅だったんですけれども、踏切の移転によりまして、このドアカットが解消されました。坂さん、8500系を見ると、田園都市線の方、そうですね。あ、プライスは銀座といえば戸越銀座。もうすぐ品格戦でございます。取材日はですね、これいつだったかな、今週であることは確かに。新幹線来たーって、最後下も新名ですね。子供のハイゴール JR 天津東北線臨海線はこの2回です。お忘れ物をなさいませんようにご注意ください。本日も東急大井川線をご利用くださいましてありがとうございました。タカさん、下新名停車中に幕を手回しで折り返します。ということで大井町に到着します。で、ホームドアが導入されましたので非常に慎重に止まってまいります。あ、島崎さんは阪急のアワーズイン阪急に止まったと。終点がしょぼいと言いますか、大井町線にはこれぐらいの規模がちょうどいいんです。というか東急はね、残念ながら終点が豪華絢爛な駅が一つもございませんので、ね、はい、そうなんです、ホームドアがない。そうなんです、今もう激変しました。そうですね、小田急新宿は丸×ですが、東急は D という文字が出ます。ということで大井町に到着でございます。豊川稲荷見たいということですね。ホームドアといえば月見の陽介さん、渋谷が異常なだけ東急の駅。そうですね、東急という路線は、鉄道と東急線と地下鉄をそのまま直結させるという、全部の列車を直結させるという手法を使いますので、なかなかそこが微妙でございます。そうですね、今や蒲田が一番豪華絢爛な駅でございます。ということで大井町に到着いたしました。さて、では全面展望をちょっと、振り返っていきたいと思います。そうですね、ホームドアの終点に到着でございます。まずこちらが二子玉川駅でございますね。あ、黒城さん PC 前に着席ありがとうございます。ということで二子玉川でございます。もともと大井町線はですね、二子玉川で折り返しを行っていたんですけれども、現在はこちらの二子玉川からまた先溝の口まで行っております。うん、すっかり浦島太郎の気分プラレールさんになることですね。そうです、コウさん、大井町駅だけ稼働策がございます。そして自然緑化軌道をドゥドゥン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 と走っていきまして、こちらが轟という駅でございます。この轟という駅、実は地下化が予定されております。なんですが、地下を掘ってしまうと、その轟渓谷の、惑水に影響が出てしまう、枯渇してしまうのではないかというですね、住民側からの反対運動がございまして、現在もここが高架化されておりません。なので、轟駅というのは急行の待避線を作る予定の駅なんですけれども、現在も急行の待避線が作れていない状況になっております。あ、坂さん、轟渓谷は実は人工の渓谷。あ、そうなんですね。ということで轟でございます。そして轟の次の駅ですね、まあ、道志村の皆さんにはですね、もうお分かりの駅かもしれませんが、九品仏という駅でございます。この九品仏駅、若干変な
構造をしていることにお気づきいただけたかと、お気づきいただけた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、九品仏駅、駅に降りて見てみますとこのようになっております。クラデさん、トロルキ渓谷に包みに行って茶屋で抹茶をすすり、夕方には焼肉食べ放題なんかすごいルートでございますね。あ、タチさん、髪の毛の堆肥設備はトロルキがあれということで急遽設置。あ、そうなんですね。そうです、ドアカットを採用しております。コウスケさん、昔の梅屋敷ね、今もう梅屋敷高架化しちゃいましたからね。ヨスケさん、ホームを作った場所が悪いのか、ホームを作った場所が悪いのか、踏切の位置が悪いのか、こちらちょっとあの後ほど説明させていただきたいと思います。ザカさん、九品仏のドア締め切り扱いは自動で切り替わる、トロルキで、車掌が切り替えスイッチが自動になっているか確認。あ、なるほど、そういうことなんですね。さて、なぜこのトロルキ駅このように先頭の車両だけドアを開けない状態にするのかと言いますと、まず1929年に開業しましたこの九品仏駅、そして20メートル4両分のホームしかございませんので、溝の口方面の先頭1両がドアカット、ドアが開かない駅になっております。そして現在東急ではですね、このドアカットを行う駅はここ九品仏駅のみでございます。戸越公園駅はですね、今年の2月にですね、ドアカットが解消されましたので、唯一この九品仏駅がドアカットの対象駅となっております。で、プラレールさんがおっしゃっているんですけれども、大井町線という路線はですね、もともと3両とか4両18メートルの3両や4両という電車が走っていた路線になりますので、当初需要を鑑みずにですね、そのまま作りましたので、こんな構図になってるんです。ここに踏切があるのがお分かりいただけますでしょうか。そしてここには電車が飛び出しています。これ止まってる電車ですけれども、電車が飛び出しています。構造を図にしてみますとこんな形になります。まず大井町方面に踏切がございます。そして溝の口方面にも踏切がございます。こちらどちらもですね、車が通れる踏切になります。坂さん、まあ私が子供の頃の田園都市線も3両から5両で全部大井町線方面、そうですね。よすけさん、西鉄にもドアカットする駅あります。津古、三沢、串原、なるほど。ということでこれがホームでございますね。で、大井町線の電車は5両編成でございますので、このようにご覧いただきますと、この大井町方面の、踏切と溝の口方面の踏切、実はどちらも踏切に挟まれている駅になります。そして大井町線の電車は20メートル5両、つまり100メートルあります。一方こちらのホームは80メートルしか止まれないということになります。そのためこの踏切と踏切の間にホームを作ろうとしても不可能でございますし、そして大井町からここをすぐ出るとカーブがございます。なのでこの先に止めようとしても不可能だということでございまして、需要の変化によりましてこの九品仏駅がドアカットの駅に変わったということになります。おけいはんのけい豆腐ですね。エレさん、こんばんは。ということでこのように九品仏駅は大井町方面、溝の口方面、それぞれ踏切にアタックされているということでございます。ちなみに残念ながら、九品仏駅現在もドアカット解消の計画はないそうでございますので、しばらくお楽しみいただけるかと思います。ということで九品仏駅、このようにですね、踏切が挟まれているということで、このようになっているか、そうです、踏切占領パターンでございます。大事な大事なドアカットアタックチャンスさてね、一部の方にはおなじみでございますけども、東急にはですね、踏切すべてにこの係員以外立ち入り禁止という看板がございます。で、ほとんどの東急の踏切はですね、ここに下にちっちゃく東急というひらがなが書いてあるんですけれども、東急
今タッチーさんが書いてありますけど、うの字がちっちゃくなってトゥキュートゥキューになってるんですけども、ここの九品仏駅の踏切に関しましてはトゥキューではなくきちんとトゥキューになっております。うの字がちっちゃくないんです。ザカさん、昔代官山焼きクナもドアカット扱いだったもんな。東急のドアカットもそうです。九品仏だけになりましたことで、ヨスケさん、これが間違えて全車両のドアが開いたら、ね、ただ、一応ホームがございますのでなんとかなります。ここは、この九品仏の踏切は東急ではなく東急ときちんと書いております。ほとんどの踏切、このうのところがちっちゃく書いてある場合が多いんですね。なので東急ではなく、ここ九品仏は東急ときちんと書いてあります。エイレンさん、池袋で起こったイベント、はい、黒木さん、現場監督の気まぐれ表記、そうですね、そうなのかもしれません。ということで東急という表示がしっかりなされているということでございます。そしてこの九品仏駅、一つ逸話があるんですけれども、この九品仏の次の駅、自由が丘という駅なんですけれども、この自由が丘駅、当初は九品仏前という駅名になっておりました。で、その九品仏前という駅だったんですけれども、これは当時大井町線、これは当時ですね、何線と呼ばれていたかちょっと忘れてしまう、二子玉川線でしたでしょうか、自由が丘線だ、自由が丘線とこの大井町線が呼ばれていたんですが、自由が丘線が開業するまでは東横線の自由が丘駅は九品仏前駅と言っておりました。しかしですね、ここにですね、あの自由が丘線が通ることによりまして、九品仏に近い駅ができたということになります。そのため九品仏に近い駅を九品仏駅といたしまして、九品仏前駅を、襖という駅に変えようとやったんですけれども、自由が丘というあざの名前、新しい大あざの名前がつきましたので、九品仏駅前駅は自由が丘駅に、駅名が変わりました。そうですね、おけいはんですと東福寺とか富士桃山はドアカットしないと八郎が無理。あ、東急さん、その空耳があったのではあったと。そうです、先にできた方が高価だったということでございますけれども、九品仏という駅は、当時自由が丘線と、言っておりましたが、その自由が丘線は自由が丘で、大井町線と自由が丘線に分かれていたものが直通運転を始めることによりまして、今の大井町線が生まれました。ということで、九品仏駅、九品仏前駅は今九品仏に近い九品仏駅ができたことによって自由が丘駅に名前が変わったよということ、これ実は戦前のお話でございます。なので、しばらくこの状態が続いているということになります。さて、そんな九品仏を過ぎまして大井町に到着しておりますね。エスパさん、こんばんは、お楽しみありがとうございます。大井町駅でございますけれども、大井町線開業当初からの駅でございます。大井町線一番最初にできた区間というのが大井町から大岡山の区間でございました。その大井町から大岡山の最初の区間がこの大井町駅でございます。34名の皆さん、ありがとうございます。そして以前はですね、相対式ホーム2面2線というですねシステムを採用していたんですが、大井町駅大改良工事を行いました。なぜかと言いますと、田園都市線からのキャパに耐えるために、ホームを広くしなければいけないということで、島式1面2線のホームに切り替えられました。これによりまして田園都市線からのキャパを、何とか、回転しよう、効率よく回そうということでございます。そして2012年、昨年からホームドアの使用が開始されております。176がつってるということで、トマトロさん、こんばんは、ありがとうございます。34名の皆さんですね。自由が丘は6年ぐらい前に行ったということでございますね。では大井町、ホームドア設置というお話を先ほどさせていただきましたけれども、こちら東急、ごめんなさい、東急の駅ではですね、目黒線の駅、そして
東横線の渋谷駅に次いで3例目でございます。こちらにホームドアが設置されておりまして、大井町線の電車はこのホームドアに沿って、これは運転手さんが手動で止めます。タスクが入っていない。なぜかと言いますと、ここの大井町線終着駅ですので速度調査というものがございます。駅に入る際に30キロ、15キロ、10キロでどん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 ゆっくり減速していって最後に止まるという、まあこういう終端駅、東端式の終端駅がよくあるんですけれども、その速度調査で止まりますので、結局タスクというものを導入しても速度スピードアップにも関わるわけでもなく全く関係ないということになりますので、速度調査、ゆっくりゆっくり速度を落とすことによりまして、このホームドアに合致するようになっております。こちらはホームドアがついてないターミナル駅でもほぼ同じ手法が取られます。ちなみにホームドアにはですね、広告が流れるようになっておりまして、このようなモニターございます。こちらなんかさすが東急という感じでございますけどもね。そうですね、速度調査な、速度調査なんちゅうものが入ったがためにゴニョゴニョ。あ、ヨスケさん、仙台にはない。まあ主にですね、東端式の駅ですよね。東端式の駅にあるようでございます。お、タッチーさん見つかりましたか。この広告にですね、こいつがいたんですね。こいつがいたんです。皆さんよろしくるん、よろしくるんと書いてありますけれども、ノルルンがなぜかですね、おりましたね。これは実はですね、昨年の夏頃に放映されていました、ロルルンの名前決定 CM なんですね。電車の中で流れている、トレインビジョンで流れているものなんですけども、それがこれ取材日3日前なんですけど、3日前の、水曜日でさえもまだ流れているという状況になっております。そう、ロルルンもいる大井町駅でございます。ザカさん、速度調査は小田急では昭和49年に全駅設置して踏切の緩急別扱い。ああ、なるほど。りょうさん、四国にはこの間自動改札ができたばかりなのにホームドア、ということでちょっと紹介させていただきました。そして大井町駅には売店がございます。で、今東急はですね、ローソンと手を組んでローソントークスというですね、売店を展開させております。なのでこのローソントークスに入りますと、ローソンのおにぎりですとかシュークリーム、その他諸々を購入することができます。いえ、大井町線には何の関わりもないと言いますか、ノルルンというのは東急線のキャラクターなんです。なので東急大井町線ももちろんノルルンはキャラクターとして使われるということになります。東急のキャラクターです。なんと、ただこのローソントークス、ちょっと左の方に行きますと、またこいつがいるんですね。またこいつがいるということになりますね。どんだけ好きなんだ、どんだけ東急は好きなんだという感じなんですけども、またこいつがいるということでございますね。ここまでデカデカとこいつが書かれている、お店というのもちょっと初めて見ましたけれども、またここにもいるんです。あ、ノルルンイコール東横線渋谷駅、ノルルンは東急電鉄のキャラクターでございます。二次元でのノルられないのノルルンなんでってことでね。そうです、ノルルンがいます。ノルルンを見ると蹴りを入れたくなるアラファンド怖いですね、はい。すいません、てっきりご直の PR キャラクター、東急電鉄のキャラクターでございます。N 美濃島さん、こんばんは、ありがとうございます。ノルルンはどーもくんよりも可愛くね。ノルルンはですね、おうち鉄系のキャラクターの中でもコトちゃんに並ぶ可愛いです。まあコトちゃんよりも一番可愛いんじゃないかと、私は一番ハマってるのではないかと思います。ポンタくんじゃなくノルルンでございます。黒美さん、大井町線から臨海線に乗って新木場まで乗り換えてネズミランドに行く田舎伝統伝染民が多いから大井町線急行を混む。あ、そうなんですね、なるほど。ということでノルルンがいる大井町駅でございます。皆さんですね、ぜひぜひ大井町駅にいらした際はですね、こちらノルルンをちょっと探してみてください。
で、Facebook ページにちょっと上げさせていただきましたけれども、こんなのがあったんですね。これ大井町駅のホームの先端です。あ、東急臨海線フリー切符というのが出ているということですね。こんなのがあったんです。あーってね、シェークローズって感じですけども、こんなのがあったんです。これね、大井町線の、大井町駅にございましたけれども、ちょっとコントラストを、上げて見てみましょう。これ見えますかね。二条安全衛生委員会と書いてあります。二条安全衛生委員会というのは、これおそらく乗務員向けのものなのかと思います。乗務員よ、ここの電車のそばに行って引かれるなよ、これ私の絵ではないですよ、という意味なのでしょうか。これは乗務員向けの看板なんだと思いますけれどもね。パンチャチクチョク、それそば耳アワーでございますけれども、こちらに書かれているということでございます。これ非常に謎な看板でございますけれども、大井町駅、このような手書き看板がございます。大井町線ホームの先端にございますので、よろしければご覧ください。人が立ち入れる、私たちでも立ち入れる場所にございます。あ、なるほど、イグロさん、労働関係の社内委員会で、比較的大きい会社に設けられる、ありがとうございます。そうですよ、なかなか味わい深いものでございますよね。そう、乗務員がシェイしないようにということでございますけれども、この看板ちょっと気になったので撮影させていただきました。ということで、ここまでは大井町線を写真とともに、九品仏と大井町、そして若干データを覗きながら、皆さんにご覧いただきました。この後はですね、大井町線という路線が今どういう役割を担っているのか、そして田園都市線との関係はどうなっているのかということです。中世禁止怖いですね。マイケル・ジャクソンの真似をしないように、本当にそんな感じでございますね。ということで、後半は東急大井町線のですね、データ田園都市線とかの田園都市線と大井町線という話をします。なのでちょっと田園都市線を絡めたお話をさせていただきたいと思います。さて、ここで一旦休憩を挟ませていただくんですが、お送りする動画、本邦初公開でございますけれども、今回この東急大井町線のですね、特集に際しまして、今朝ですね、30分ぐらいで作った30分クオリティの編集になっておりますけれども、東急の車両をちょっとまとめたミュージックビデオを作らせていただきました。田園都市線の一部だったってやつ、そうです、それもありますし、今田園都市線とどういう関わり方してるのというお話もさせていただきます。ということで、本邦初公開でございますけども、30分で仕上げた東急線の、動画とともにちょっと休憩挟ませていただきたいと思います。後半は大井町線と田園都市線の関わり方です。お楽しみに。
はい、ということで、東急の車両をですね、集めて作らせていただきました。ミュージックビデオをご覧いただきました。ということですね。あ、東急は昔から統一規格が好きだったから作りやすい。なるほど。ということで、そうなんです、ノルルン相当盛り上がっておりましたね。あの、実は私も口を入れて、口の中にですね、あの首突っ込んで、やったりもしましたけどもね、はい、ということでございました。ミュージックビデオの最後の終わり方がありがとうございます。ということで、後半戦に行きたいと思います。では、ある時は田園都市線、ある時は大井町線というテーマから始まってみたいと思います。1963年に田園都市線の溝の口から長津田が着工します。その、溝の口から長津田の着工とともにですね、大井町線は田園都市線に一旦名前を変えます。今ですね、皆さん田園都市線と言いますと、渋谷から行くとです、あ、すみのりさんこんばんは、東急ってことなんですけども、田園都市線は、今渋谷から中央林間に向かう路線ですけれども、溝の口から長津田、すでにこの時溝の口まではできておりましたので、溝の口から長津田を着工する際に大井町線は田園都市線という名前に変えられます。これなぜかと言いますと、当時渋谷から二子玉、二子玉川の間を走っているはずの新玉川線と今呼ばれる部分という風になりますけれども、渋谷と二子玉の間、まだ地下路線が通っていなかったんですね。そのため、必然的にですね、溝の口から、長津田から、二子玉川から、またですね向かうところに関しましては、基本的に渋谷に向かう線路ではなくて、二子玉川からそのまま大井町線に向かう線路のみだったんですね。そのため大井町線は田園都市線と同じにしてしまいましょうということで、田園都市線は大井町線が田園都市線という名前に変えられます。ザカさん、田園都市線は、二子玉川園から中央林間でな、渋谷から二子玉川園は新玉川線のイメージが強いということですね。そうですね、プラレさん、二子玉川園は銀座線の延長が規定路線だった時代ということでございます。あの、銀座線の車両、銀座線の渋谷駅から、二子玉川園まで東急が建設して直通運転しようというふうに検討されていた時代もあったんですが、半蔵門線、銀座線のバイパス路線にあたる半蔵門線に直通をすることにしましたので、こちらは結局、新玉川線は半蔵門線に直通する列車となります。そしてこれにより大井町線という名前は一時期なくなりまして、田園都市線という名前になります。そして坂さん、当時渋谷から二子玉川が銀座線が来る計画だったからな、昔の本はちゃんと中線で第三スキー場のスペースがあったということですね。しかし1979年に新玉川線ですね、もう今田園都市線という名前になりました。田園都市線が、渋谷から二子玉川園、当時二子玉川園という駅だったんですけれども、二子玉川園まで開通します。これによりまして大井町線は、再びですね、本線系統ではなく、田園都市線の本線ではなく大井町線という名前が戻ることになりました。グラレルさん、だから二子玉川園に入るところは銀座線規格で、新玉川線にして高さが必要になったために一旦停止。そうなんですね。なるほど。ゴースケさん、それは西武が丸の内に直通するぐらい。いえいえ、どういうことかと言いますと、銀座線の列車をそのまま、二子玉川まで持ってくるだけです。なので二子玉川からは田園都市線にしようという計画が当初あったんです。なんですけども、それが楽だったということです。これは非常に計画が具体的なところまで進んでいた。こちらは電車とバスの区別からちょっと取材しているんですけれども、非常に具体的なところまで進んでいたところを半蔵門線直通に変更したということになります。それは銀座線のバイパス路線である半蔵門線に切り替えということでございます。
そうです、三ノ島さんもう今新玉川線って言いません、全部田園都市線になりました。そうです、両さん、もともとですね、二子玉川駅は、二子玉川園駅でございました。玉川駅というのもあるんですけど、玉川駅ももともと玉川園駅でございました。坂さん、そうか、今は二子玉川なんだ、今だけ二子玉川園のイメージ、今は二子玉川で終わりでございます。グラレールさん、運賃上乗せ期間が終わったので新玉川線、あ、そういうことなんですね。陽介さん、大井町線は初めから東急のメインルートではなかったと、最初は3両編成、そういうことでございます。東急の、まあ東急とはいろいろな私鉄を寄せ集めて作った、鉄道会社ですけども、東急のメインルートは東横線です。これは変わりません。ケケさん、2000年8月6日に新玉川線は田園都市線に改称ということですね。田園都市線に統合されたということですね。そうです、旧玉電をそのまま銀座線に回す予定でございます。あ、2両でもガラガラだったということなんですね。ということで、再びこの大井町線が、大井町線という名前が復活したということになります。坂さん、そうそう、新玉川線の運賃上乗せがあったから自由が丘経由の方が運賃が安かった。あ、そういうことなんですね。なるほど。そして今この田園都市線とは大井町線どういうお付き合いしているのということになりますけれども、二子玉川はですね、2000年に変わりました。2000年の8月6日に改名しております。大井町線改良工事ということでございますけれども、田園都市線ですね、今田園都市線沿線多摩プラザですとか、秋るのは全然違いますね、あざみ野ですね、あざみ野ですとか、非常に田園都市線沿線というのはですね、高級住宅街になっておりまして、沿線は大人気の住宅街でございます。そんな中、田園都市線はですね、250% なんていうような混雑率を割り出すような日本ワーストクラスの通勤ラッシュを抱えております。しかしですね、田園都市線構造が非常に微妙でございまして、渋谷駅、田園都市線のターミナルの渋谷駅は折り返しができない構造になっています。そして表参道駅に折り返しのできる線路があるんですけれども、半蔵門線のダイヤの都合上折り返しがなかなかできないということがございます。坂さん、大井町線か田園都市線だったな、これでだったな、ゴリで、長津田から渋谷に行ける最終か、長津田二子玉川は自由が丘渋谷、あ、そうなんですね、はい、ということで大井町線、これは並走している大井町線が若干分散させることができないかと考えるわけですね。田園都市線、途中からの近く間、地下を複々線にするのは非常に大変です。土地の採取も大変ですので、これは無理だということで、大井町線をうまく活用できないかと東急は考えたわけですね。そうです、 250% で走ります。ただ一応言っておりますけど、混雑率というのはあれは目視です。なので、実際何パーセントというのはあれは人ですとか、機械が決めたりをします。ゴースケさん、田園都市線沿線民は東横線を本線キロリと言っているとなんですよ、なんですね。プラレスさん、渋谷の手前で、電車が渋滞して駒沢大学とかで急行が中途半端に止まっていたりしたよ。今ですね、浅田主事は急行ではなくてですね、新玉川線区間全部普通電車にある準急が運転されておりますので、急行のノロノロ運転は解消されております。三ノ島さん、あれ、そうですね、電玉線ってもう言わないですね。あ、三ノ島さんは東横線ユーザーだということなんですね。塚さん、一応渋谷の二子玉川寄りに渡り線があるけれども折り返しは無理。そうですね、黒部さん、お帰りなさいませ。ということで、大井町線はですね、この田園都市線の、補完路線としてなんとかできないかということで、大井町線の改良計画が始まります。どういうリニューアルが行われたのか、一番大きいのは2つございます。 DK カツさん、こんばんは。大井町線の改良工事は見込み遅いとなった、そうです、見込み違いとなった田園都市線に対する苦肉の策でございます。
ボスケさん、西武新宿線お近かと、そうですね、福々線化しようとしたけど無理っぽいからやめたってやめた。現在慶応が同じようなことしてますね。フラリさん、だから半蔵門線渋谷にホームと線路を増設する。そうです、今2面3線にしようという計画がやろうやろうと、何回も言っている段階でございますね。ということで大井町線はですね、このような改良工事を行いました。まず急行運転を開始します。急行運転を開始するために上野毛と旗野台駅にそれぞれ待避設備を設けました。そして等々力、本当はですね旗野台と等々力に待避設備を設ける予定だったんですけれども、今等々力駅地下化できない、訴訟が起きておりますので地下化反対、住民の反対が起きておりまして地下化できませんので、上野毛駅に、行われております。ごめんなさい、小田急は成功しそういいなということですけれども、小田急はですねまだ若干のキャパがあるということ、ちょうど地下化、本当は下北沢も高架になる予定だったんですけれども、地下にトンネルを通そうとなった時にですね、ちょうどその踏切をぶっ潰すって言ってもいいですよ、踏切をなくす工事と複々線の工事が並行してできたというのが小田急のいいところですよね。凌介さん、ニコタマから溝の口だけ利用する人、それはですね実は私電都線線民ではないので分かりませんけれども、大井町線にまず溝の口に行って、で大井町線全部この時間帯は高津と、二子新地通過しますので、溝の口まで電都線乗って、溝の口からニコタマ大井町線乗って、でニコタマからまた各駅停車一本先の電都線に乗り換えてなんていう問題も起こりそうですね。ゴスケさん、そうですね、沿線民の声が大事ですしね、等々力の件はしょうがない、まあ警告が渇水してしまうのではないかという疑いがある。今地質調査を行っている段階なので、実質問題があるかどうかは今地質調査で全て決まるということになります。ということで急行運転が行われたということでございます。あ、ザカさんありがとうございます。溝の口で、南武線利用客が多いので溝の口まで残したということですね。セラパパさん、駅にこだわらなければ待避設備はどこへでも、鹿児島本線で初めて体験なるほど。そしてもう一つが溝の口への延伸でございますね。南武線との接続駅溝の口まで電車を接続することによって、電子田園都市線の一部のお客さんを大井町線に回すことによって田園都市線の遅延を少なくするということでございます。このようなです。そして他にもですね、大井町線もともと ATS 信号がある、ものを採用していたんですが、こちらを ATC に切り替えて、列車間隔を短くする、急行運転を行えるようにするというような対応もされております。このようなことをしまして、また中目黒駅、ごめんなさい間違えました、大井町駅もですね、駅を大規模改造しましてホームを広くしたということをした結果、大井町線は、現在のような形になりまして、急行列車が走る、そして、各駅停車も5両編成で、駅も全く、リニューアルによって新しくなっているというですね、非常に大きな違いが見えるようになりました。ということで大井町線はですね、現在このような変化に富んでいるということでございます。チンピドさん、こんばんは、ありがとうございます。最後にまとめです。田園都市線の混雑緩和に、備え、大井町線の急行、目黒線の急行、これ大岡山で目黒線に乗り換えられるということで、目黒線への乗り換えも、実は東急としては睨んでいます。目黒線の急行が設けられ、大岡山駅での乗り換え促進などにより、山手線接続の混雑分散を図ろうとしています。大井町線はその中でも田園都市線に接触する路線として非常に大きな役割を持たせているということでございます。あ、坂さん、当初は目黒線にも直通させる計画があったので、大岡山で大井町線、目黒線の渡り線がある。あ、そうなんですね、ありがとうございます。ということで現在大井町線というのは田園都市線の、補完路線として、混雑を緩和させるための路線として大井町線が運転されているということでございます。この大井町線と田園都市線の付き合い方、非常に珍しい付き合い方でございますけれども、この
大井町線ができる大井町線の存在によって田園都市線が少しでも混雑緩和して、通勤通学を楽にするそういう取り組みを今東急が大井町線という路線で全て変えようというそういう取り組みをしているということでございます。塚さん、それで線路別だった大岡山を方向別に変えて、あ、そうだったんですね。なるほど。で、結局路線別ダイヤを重視してそれはなくなったということでございますね。ということで今日の、常磐特快ラジオは大井町線のお話をしてまいりました。前半はですね、写真とともにですね、大井町線でこんな路線ですという紹介、そして後半は田園都市線と大井町線の今の付き合い方、こちらの方をお話しさせていただきました。はい、ということでございますね。皆さんもですね、ぜひ大井町線機会ございましたら乗られてみてください。はい、ということで皆さん改めましてこんばんは、常磐特快でございます。そういえば T シャツの紹介するのをすっかり忘れておりましたね。今日はフェリーチアマテさんのダブ T で、やらせていただいております。今現在34名の皆さんありがとうございます。追いませんですね。私もですね、最近非常によく乗るようになりました。ダイヤを引くのが下手な東急が何線も渡る路線をなるほどね。皆さんもですね、大井町線乗られたことがある方、ない方、それぞれかと思われますけども、実は私大井町線結構利用する人間です。田園都市線ね、使いますのでね、そうそう、旗の台の理解があんなに変わるとはということでございますね。東横線、田園都市線の接続のために大井町線使ったりなんていうこともねしたりしますけども、大井町線非常に便利な路線でございますので、ね、皆さんぜひぜひ一度乗られてみていただければと思います。ということでね、そう、大井町があんなに乗り換え気になってしまうとはって気持ちね、世田谷区とどりきということなんですけども、本当にですね、本当にばかり言っております。本当にって感じです。大井町線も急行ができて空いた。あ、そうなんですね。やっぱ急行の効果というのは結構大きいんですね。ということでございますけれどもね。で、現在ですね、大井町線ですけれども、各駅停車と急行が出て、だいたい夕方3時ぐらいに行くと、すごいガキどもって言っちゃいけませんけども、お上品な小学生たちがいっぱい乗っているという、そんな路線になっていて、なかなかね、いろんな顔があって面白い路線になってますからね。あ、トドリキにはうちの親戚が住んでいるとおっしゃるのケケさん、そうなんですね。はい、なので東急もぜひ乗られてみていただければと、ぜひ乗られていただければと。美濃島さん、中延で浅草線から東急への乗り換えができることを発見した時には驚愕。そうですね、中延って結構浅草駅線の中でも若干ちょっとローカルな方の線路になりますのでね、乗り換えられるってご存知の方あんまりいらっしゃらないかと思います。黒部さん、電都沿線からネズミランドに行くなら確かに大井町線便利と思いましたね。新宿や渋谷から東京駅への乗り換え、そうですね、臨海線に乗り換えられるというのは非常に大きいところでございますよね。ということで、今日は大井町線のお話をさせていただきました。ではここで一曲おかけしまして、この後は告知コーナーでございます。皆さんのですね、番組の告知、Twitter、Facebook ページ、ブログの告知、彼氏、彼女募集の告知などですね、様々な告知ですね、公女両族に、属すれば、何でも告知していただいて構いませんので、ぜひ告知よろしくお願いいたします。さて今日は向谷クラブスペシャルでお送りしております。お送りする曲2曲目はこちらでいきたいと思います。堕落の底に落ちるようなエスカレーター、そうですね、 JR から臨海線へ。プラレールさん、レアモノプラレール探していた頃、大井町線にも何度も乗った。大井町駅の脇にあった、金物屋がおもちゃ屋に見れてしまうほど。あ、そうなんですね、はい、ということで、ではここでまた向谷クラブ、向谷クラブというのもあるんですけど、向谷みのりとチャージ&バックス、
こちらの皆さんの曲から1曲いきたいと思います。ということでお送りするのは、この夜の時間にはふさわしいナンバーになっておりますね。お送りする曲は向谷実&チャージ&ワックスガールということです。この後告知コーナー、皆さんの告知もぜひございましたらお読みさせていただきますのでね、お書きいただければと思います。ということでお送りする曲は向谷実とチャージ&ワックスガールです。どうぞ。ほっと鏡越しにいる自分に問いかけた、本当の私はどこへ行ったの。そんな答えは見つかるはずなのに、天気なんて理想だけを永遠に語り、Poor boy、 前に進むことを恐れた人は、ただがむしゃらに夢を追う君を妬み傷つけるなら、たくさんの優しさと希望で詰まった Pure Heart、 たとえ蝕まれても君は君のまま、Just trust yourself、 輝く君を見たいから、 I really saw you。 Hey girl, stop crying, don't anyone put you down, you gotta be strong girl, love yourself, no matter what they say, because you're beautiful, don't wanna see your tears no more, you smile, the sun will shine。ミヤミノルとチャージ&バックスガールでした。はい、ということで告知コーナーでございますね、皆さんからの告知を続々と、読まさせていただくコーナーでございますけれども、ではまず私から、まず来週の告知でございます。来週の常磐特会のラジオでございますけれども、またやります、新バツバツの旅、新ちょめちょめの旅 in 東京をまたやらせていただきたいと思います。次回の、常磐ラジオですね、新バツバツの旅新桜台と
新丸子をやらせていただきたいと思います。また東急が出てまいりましたね。新丸子でございますけど、新桜台と新丸子をやらせていただきます。新桜台はですね、末端の線、そして新丸子はバリバリ本線の東急東横線、目黒線など線、そんな対照的な2つでございますけれども、まあ相互直通運転が始まった組み合わせということで、今回は特集させていただきたいと思います。来週の常磐ラジオは、新桜台と新丸子でございます。よろしくお願いいたします。では、ザカさんからお知らせでございますね。次回のザカ番組とはでは、6月26日水曜日23時30分から舞い上がれ新潟、今町中之島、大凧合戦でよろしいでしょうかね。ありがとうございます。次回は26日水曜日、来週の水曜日ですね。来週じゃない、今週の水曜日ですね。次の水曜日です。タッチーさん、次回の鉄談は来週金曜日26日の21時から、A 連全線をご紹介、特に鞍馬線のあの車両でぜひということですのでね、タッチーさんの、鉄談もよろしくお願いいたします。坂さんからツイキャスアーカイブ、大観山から、東横工事実況、ね、シー先ほどシーってこうなってましたね。で下北もいただいております。黒美さん、24日8時半からのツイートリップストリームは、86と担ぎそばにはしゃいだ2人ということでございますのでね、あさっての8時半からぜひ、ご覧いただければと思います。プラレールさん、6月26日の9時からプラレールダダモレール第146回は福福線の駅に、電車がどんどんと来るよ、私がフラレ運転主義、かっこいいですね運転主義ということでございますけど、プラレールさんのプラレールダダモレールもですね、ぜひご覧いただければと思います。よすけさん、鹿児島発交通系ユースと福加護7月から配信再開、再開は2日4日のどれかですということで、よすけさんからチャンネルもいただいております。福岡鹿児島ですね、チャンネルが変わるということでございますのでね、皆さんご注意いただきたいと思いますけれども、ぜひ、ご覧いただければと思います。新丸子ちゃん、新丸子ってはい、トリームさん、23時半から写真部ということでございますのでね、よろしくお願いいたします。今町中之島ですか、ありがとうございます。今町中之島大凧合戦でございます、ぜひご覧いただければと思います。そうですね、東京都内では数少ない乗客乗客数が1万人を大きく割り込む駅でございます。よすけさん、7月の5日23時半からは愉快なてっちゃん、ドリーン M さんと、よすけさんのコンビでやるということでございますので、ぜひご覧ください。ゴースケさん、桜台から乗り換えてはいけない、そうですね、エコだから乗り換えた方が近いんでしたっけね。お、すみのりさん、明日西北にて、宝塚記念の終わりの混雑ジョークをキャス、ね、すみのりさん、今日もぜひ通知入れていただければと思います。ということでございまして、来週の常磐ラジオは、新なバチバチの旅、新桜台、新丸子でございます。お聞きの放送はラブエンジェルではございません、なんかよくわからないですけどこの BGM はね、音辞典っていうプロでも使うBGM のものから使っておりますので、意外とどこでも弾けたりしますけれども、そんな感じなんでしょうか。ということで、来週の常磐ラジオは新バツバツの旅、新桜台、新丸子に行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、あっという間の2時間でございました。ちょっとトラブルあったりして申し訳ございませんでしたけれども、本日もエンディングへと向かいます。クソな歌に酔いしれ合ってた。苛立つほどにぶつ
コーナーということでございまして、今日もありがとうございました。今日ですね、若干いつもの常磐ラジオよりは、少なめのお客様でございました。最大視聴者数が36、ツイート数が480ということでございましてね、いつもよりもこじんまりとした配信でやらせていただきました。ありがとうございました。今さら聞くが、写真の中のお子様は常磐さん誰でしょう。はい、ということでございますけれどもね、常磐特会のラジオですね、たまにはこういうこじんまりとした配信もいいですね。また来週からはいつも通り飛ばしてまいりたいと思います。今日ちょっとね、機材の方のトラブルもございまして大変申し訳ございません。そうですね、中身が結構濃い配信です。今日はこじんまりとやらせていただきました。ということでですね、来週は、新桜台と新丸子ということでございますのでね、皆さんもぜひ、ご覧いただければと思います。そして TL も濃かったということでございますね。なかなか、皆さんと濃い、はい、すごい、企画をさせていただきましたね。面白い企画でございますけど、またね、物語系いろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして常磐特会のラジオはですね、下の方に、配信計画が出ております。来週は新桜ライズですが、それ以降の計画なんかもですね、バシバシ出ておりますので、良ければイベントに参加をポチッとしていただければですね、非常に嬉しいところでございます。何卒よろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は常磐特会でした。それではまた来週の土曜日11時です。さよなら。あの頃の僕は死にたいくらい君に会いたい気持ちを、oh, 愛の深さのせいにしてた。笑える話だよ、いつも電話見つめて祈ってた。寒くて眠れない夜、oh, 君の仕事が終わる時間に必ず鳴るベルの音待ってた。愛してなんかなかったよ僕は、その体だけ心以外を抱いていただけさも
さぼるように君を抱いたのは愛じゃなくて欲望だけ、今思えば年下の君抱くような理由も見当たらない。愛してなんかなかったよ僕は、その顔だけが細い足が好みだっただけさも、電話もしない君も、やめないタバコも僕には合わない、君だったはずさ、胸の痛みは思いのせいじゃない。愛してなんかなかったよ僕は、だけが細い足が好みだっただけさも、電話もしない、愛してなんかなかったよ僕は、その体だけ電話もしない。
写真。